はい。皆さん、こんにちは。J と申します。さて、今日は古文の単文解釈ね。その40ですね。りがいいね。もう40まで来ました。 一辺細かに聞こしめすこと、だにありがたきにというふうに書いてますね。さて、今回のポイントはというと、聞こしめす、だにありがたき、このあたりになりますね。さあ、どういう感じかというと、まず、聞こしめすは聞くの尊敬語ですね。なので、お聞きになるとか、聞きなさるというふうに尊敬語の訳をつけておきましょう。そしてもう一つ、だには副助詞で、類推、何々でさえというふうになります。 ちなみに最小限の希望という意味もありますがこの場合は「せめて何々だけでも」というふうに訳すんですけども「ダニと一緒によくセットで使われるのが家庭命令願望意思適当の意味を持つものを伴います。 なので「ダニプラスカメがいて」って覚えといたら基本的に最小限の希望は見逃さないかなと思います今回はねありませんからね最小限の希望じゃなく類推で取ってあげればいいんじゃないでしょうかで「ありがたし」という形容詞はめったにない「素晴らしい」という意味で使うので「ありがたい」というふうな意味では取らないようにしましょうこの3つを踏まえている解釈を選ぶと答えとしてははい1番 ということになります。一通り丹念にお聞きになる尊敬語入ってますね。ことさえ類推しの段ですね。めったにないありがたしですね。すべて訳がクリアになってます。ということで今回は一番が正解。はい、皆さんできましたでしょうか。本日の短文解釈の練習は以上となります。古文はエンタメだぜ。皆さんまた次お会いしましょう。バイバイ。